ト。今日使用しているエギですけども、これアントラージュ新製品です。ティップエギング専用エギということですね。非常に沈下速度が速くてしゃぐり抵抗が軽い、そして安定感が抜群というエギですね。まずはこれで行ってみましょう。行ってこい。釣りそのものはですね、非常に単純で明快です。見ててください。着底取ります。はい、エギが着底しました。そしたらポン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 としゃくって止めるだけで、当たりがなければ一度落としてあげて、また底を取ります。でまた糸を出してあげて、エギが着底したらポン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 、ピタン。これで当たりがなければもう一回ぐらい出してあげますね。で着底したら、はい、ここからまたトン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 、ピタで3回ぐらいやるとラインがバーッと吹け上がりますね。どん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 出ていくので当たりが取りにくくなるので、一度回収してもう一回足元から入れ直すと、だいたいこれが一通りのワンセットの組み合わせですね。アオリイカの場合は基本的には根を狙います。砂地いないことはないんですけども、砂地は基本的に通り道だと思っていただいて、その根ですね、近くにあるその根で捕食なりポイントを落ち着かせるわけですね。探検丸があるといいですね。ずっと根があるところならずっと流しっぱなしでいいんですけども、根が出たり砂地になったり、根が出たり砂地になったりっていう時にですね、やっぱりなるべく根の上をしっかり狙っていきたいので、そういう時にですね、こう探検丸があると、あ、根が出てきたなとか、そういうのが分かって、こうピンポイントで狙いやすくなるので、すごくいいですねこれね。今回この発売になったティップエギング専用ロッドなんですけども、ちょっとこう激しいアクションをですねさせることもできるようになったのがこのロッドの特徴です。例えばしゃくってですね、こうやってこれぐらいのしゃくりしても全然びくともしません。これなかなかね怖くてねできないと思うんですけどもね、この辺のロッドのポテンシャルの高さっていうのをですね、ぜひ実感していただきたいなと思いますね。今アントラージュの一番軽いモデルですね使ってますけども、非常に沈下スピードが速いので、今まで例えば同じ 30g、40g いろいろ使ってたと思うんですけど、ワンサイズ軽いところを使っていただいても全然問題ないと思いますね。ポン。来たでかい、これはおお、いったでしょう、軽く1キロいったでしょうこれはっていうぐらいのサイズですね。これでかい。よっしゃー、やったー、どーら来ました、でかいですね。これ1キロとかじゃないですねこれね。やったー、アントラージュすごい仕事しますねこれね。
13からです今ロッドがですね一番柔らかい6点の LSL ですね使ってます。これ非常に面白いロッドでですねベリーのあたりをですねちょっと柔らかめに設定してます。アントラージュはですね非常にエギの飛びがいいです。水抜けがいいのでポンポンと飛んでいってくれるエギなのでその飛ばしをですね最大限活かせるロッド、例えばこうやってこんな感じでしゃくっちゃってもエギはピョンと飛んでいく。ティップ側の方がですね白くなって非常に視認性が良くなってスレッドもですねオレンジを使ってあげることによってさらに見やすくなってますね。やっぱり目で当たりを取る釣りなので見えないとね分かりにくいですからね。結構今船が揺れてます。この揺れをですねなるべく吸収してあげるようにしてください。船の揺れと一緒に竿もこうやって揺れてこうやってこうやって揺れてしまうとエギが上下してしまいますね。エギが上下するとイカは絶対抱きません。でロッドっていうのはテンションを張れば張るほど共鳴しにくくなります。共鳴しにくくなるっていうことは当たりが出にくくなってしまう、小さな当たりが取れなくなっちゃいます。なので当たりを増幅させるっていう意味ではあまり握りすぎない、グッと握らない、ちょっと軽く本当に軽く添えてあげるだけです。で当たったらどうするか、当たったらこの状態からロッドをギュッと握ってあげればいいんです。そうするとカツンとかかります。こんな感じですね。本当に一瞬パッと合わせてあげるだけ。こうラインを出していく時なんですが結構風でわーっとロッドの先に絡んだりする時あります。なんでまっすぐ下ろすんじゃなくてちょっと一回横にこうやって入れて水面に入れてあげるとね、綺麗にラインが出てロッドにね絡んだりすることもなく出てきますね。ポンポンポン。もしかするとラインが止まるかも。止まったー、しゃー、オーラ来たー、おーおーおー、しゃー、よいしょー。結構海がねうねってるんで、よいしょー、遠くからやってまいりました。よいしょ。じゃあお願いします。くるーっと、はい。いい感じです。気分がいいですね。こういう当たりを取るとね。ただね、テンションをかけて当たりを待ってるだけの当たりではなくてね、それプラスフォローさせた時の当たりも取ってあげる。ね、いい感じですね。そしたら今水深24メートルなんですけども、ここからこのまま下がっていく感じになりますね。ロッドはですね611の MLS ですね。でエギがアントラージュの S2 ね、だいたい25メーターから前後ですね、20メーターから30メーターぐらいのエリアっていうのがこのロッドとエギの組み合わせで、まあ、ちょうどいいぐらいのところですね。ML なんかはですね非常にオールマイティーなので浅いところの時はちょっと軽くしゃくってあげて、深くなるに従ってしゃくりの幅をちょっと強くしていく。そうするとエギの動きをロッドでコントロールできるようになるわけですね。結構こういう使い方って結構大事で、なかなかずっと同じ水深でね船が流れてくれることばかりではないので、浅いところから深いところ、もしくは深いところから浅いところに船が流れますよね。そうするとロッドの選択っていうのが非常に難しくなるんですね。なのでそういう時に、まあ
一番スタンダードなこの611の ML なんかを持ってると、まあ、どんな状況でも風の向きによってロッドをまめに変えずに済むっていうのがありますね。一番今深いエリアに来ました。水深今 40m あるんですが、ロッドが67の MS、ショートロッドですね。どうしても長いロッドで深いところからしゃくろうとするとどうしてもパワーがいるんですよね。なんでロッドが長いとだるくなってしまうので、ある程度ショート化してあげて、ソリッドもショートにしました。これでこのバットからベリーにかけてのパワーを上げてあげる。深いところに行けば行くほどエギは動かなくなりますからね。皆さんよく覚えておいてください。浅いところと同じしゃくりをしていたらエギはほとんど動きません。なのでしっかりエギを動かしてあげるために、しゃくりの回数を多くするか、もしくはしゃくりのパワーを上げてあげる。でこれロッド見ていただいたら分かるんですが、要するにショートロッドのデメリットの部分ですね。短くなればなるほどロッドが暴れてしまってエギが安定しない、安定しないからエギを重くしてどんどん引っ張ってあげて、それでなんとかロッドのブレを収束させようとするんですが、このティップエギング専用モデルロッドですけども、全然ブレがありません。やっぱり激しく動かしたい時ありますね。こうやってパン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 でやった時にピタッとロッドが安定して止まってくれる。ショートロッドではすごく難しかったんですが、これ67っていう一番シリーズの中で一番短いモデルですけども、深いところでしっかりしゃくって止まってくれる。これがこの67のロッドのメリットです。ショーショーショーゲソ1本だけどでかい。アントラージュ、ちょっといい働きしすぎじゃないですか。これいいサイズですね。綺麗な模様ですね。これぞアオリイカっていう感じのね。いや気分いいですね。